こんにちは、金黒です。ノイズキャンセリングの機器が優秀なソニーのヘッドホン WH-1000XM3 の後継機が近々発表されるかもしれません。金黒レビューチャンネル。先週の木曜日12月12日に今名古屋栄で行われているイベントチームラボの学ぶ未来の遊園地を見てきました。このイベントもかなりいいイベントで撮影可能ということで動画で撮影バンバン撮ってきました。また編集して YouTube にアップしたいと思っています。このチームラボのイベントの行われていた名古屋栄の帰り道に同じ名古屋栄にあるソニーストアに寄ってソニーのヘッドホン WH-1000XM3 のノイズキャンセリングの機器を試してきました。最初イヤホンのタイプの WH-1000XM3 とどのくらいノイズキャンセリングの機器の違いがあるのか試すときに、まずは音楽がかかってない状態でヘッドホンつけると正直そんなにノイズキャンセリングの機器強くないなと思っていたところ、これが音楽を再生したら一変して、もうかなり音がクリアに聞こえて、かつ自分の声や一緒に行ってた妻の声があんまり聞こえないぐらい強烈にノイズキャンセリングが効いていました。この1週間 WH-1000XM3 注文しようか迷った挙句、今日の夜8時ぐらいにもうポチッと注文してしまったんですけど、その後 WH-1000XM3 のことを調べてたら、アメリカのメディアザ・バーゲージに WH-1000XM3 の後継機が近々出るっていうニュースが出ていました。それで慌てて、まだ発送されてなかったので注文キャンセルしたんですけど、今回はこの近々出そうな WH-1000XM3 の後継機の今の状況についてご紹介していきます。金黒レビューチャンネル。今回新しく FCC に登録されたプロダクト名としては AK8WH-1000XM4 として登録されているそうで、現行モデルの時はFCC に登録された時は AK8WH-1000XM3 だったことを考えると、明らかに今回登録された AK8WH-XM4 は後継機であるというふうに思われます。今回登録された情報からは製品スペックなどは明らかになってないんですけど、何らか現行の WH-1000XM3 よりはバージョンアップしてくるものと思われます。現行の WH-1000XM3 もかなりノイズキャンセリングでは最強というふうに言われているんですけど、新しく WH-1000XM4 の新機能、何か追加してくる可能性はあるんだというふうに思います。早ければ来年2020年1月6日から開催されるコンシューマーエレクトリックショー、通称 CES あたりでもしかすると発表してくる可能性があるんじゃないかなという期待をしているところです。金黒レビューチャンネル。今月12月中旬から個人的に愛知県から今香川県高松市に引っ越して、また別の拠点としてもう一つ愛知県にも今賃貸借りてるんですけど、今後高速バスやまたは新幹線や飛行機で大阪や名古屋や東京に行く機会はかなり増えてくると思います。先週土曜日も大阪に高速バスで往復してきたんですけど、来週も東京に行く予定があったりします。そういう時にヘッドホンタイプのノイズキャンセリングが強烈に効くものがあれば、移動する時に快適なんだろうなというふうに想像しています。早く新商品の WH-1000XM4 注文して使ってみたいなというふうに思っています。今回はノイズキャンセリングが今最強と呼ばれているソニーのヘッドホン WH-1000XM3 の後継機が近々発表されるんじゃないかというニュースをお伝えしました。また詳しい内容が分かればこの YouTube チャンネルでお伝えしていきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。